イドリブは、シリア北西部のイドリブ県の県と、トルコ国境の南にあり、60キロメートル東にある、大都市アレッポの経済的影響下にある。人口はおよそ5万5000人。スンナハアラブ人が多数を占めるが、キリスト教徒やクルド人も多く住む。イドリブ周囲は、土地が肥よくれ、綿花、穀物、オリーブ、イチジクブドウトマト、ゴマ小麦、 アーモンドなどを産する。特に果実及びオリーブが有名で、県内には300万本のオリーブの木がある。住民の多くは農業に従事するか、アレッポに通勤している。土地の標高は、海抜450メートルほど。オロンテス川沿いに広がり、アレッポ浜、アンティオキアなどの都市を結ぶイドリブ周辺は、古くから重要な土地であり、都市遺跡やい 他が多数存在する。中でもイドリブ県南部のテルマルディフにあるエブラは、紀元前3000年期、及び紀元前1800年から紀元前1650年にかけての時期に、エブラ王国が栄えており、シュメール語やエブラ語の年度版多数が発掘されている。またマーラとアンルーマーン周辺には、デッドシティーズと呼ばれる放棄された古代都市や、村落の廃墟が多数存在する。 2015年3月、アルカイダ系反政府勢力のアルヌスラ戦線が同志を制圧。2016年現在、イドリブはアルヌスラ戦線のほか、アハラール・アルシャームを中心とした反体制側組織が支配している。内戦により、居住地等を追われた避難民の流入は、シリア内戦が始まってからの6年弱で推計70万人に上る。ありがとうございます。